死なせない。兄ちゃんが絶対に助けてやるからな。炭治郎、顔が真っ黒じゃないの。こっちにおいで。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。正月になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。ありがとう。兄ちゃん、今日も町に行くの？私も行く。ダメよ、炭治郎みたいに早く歩けないでしょ。母ちゃん、ダメ、今日は荷車を引いていけないから乗せてもらって休んだりできないのよ。兄ちゃん、ついていきたい。ちゃんとお手伝いするよ。ありがとな花子。でも今日はお留守番だ。しげるもその代わりうまいもんいっぱい買ってくるから。本当？ああ。花子も帰ったら本読んでやるからな。うん、いい子だ。ありがとね炭治郎。うん、じゃあ行ってくる。竹雄、できる範囲で構わないから少し木を切っといてくれ。そりゃやるけどさ、一緒にやると思ったのにさ。よしよし。なんだよ急に。